こんにちは。今日納豆のお料理紹介したいと思います。私納豆食べれなかったんです。日本に来て32年間で納豆は食べれたのはこのお料理できた後です。もう2年ぐらいかな。それ30年ぐらいずっとその匂いずっと苦手で食べれなかったです。それ粘りは全然大丈夫、ただその独特な納豆の匂いは苦手です。30年なこんなに体にいいものを食べれなくてずっとちょっと悔しかったんです。どういうふうに工夫すれば大好きになるかなと思ってずっと考えた結果、納豆の炒め物です。今紹介します。材料は納豆です。あと卵、ネギ。ネギは炒め物の時のネギとその後はかけてるネギ両方使います。こっちの方はちょっと大きめで、こっちの方が緑多い細かい目にお願いします。あとご飯、ご飯の上に、まあ丼にするのね、ご飯の上に乗せて食べます。そのまま食べてもいいし混ぜて食べてもいいし。はい、じゃあ使うものはオリーブオイルです。何でもいいですね、油です、何でも大丈夫です。それで私いつもリンゴ酢少し入れます。少しだけ入れます。はい、納豆混ぜます。はい、混ぜます。普通の納豆です。丁寧に丁寧に混ぜます。納豆は本当に体にいいですよね。ぜひ納豆嫌いな方はこの料理で美味しく美味しく食べてください。はい、入れ混ぜたらタレ入れます。本当に簡単で手間あまりかからない、このままついているもの入れます。結構しょっぱいなので、醤油とかね、お醤とかからもういらないです。からしも入れます。不思議に炒めたらとても美味しくなりますね。はい、混ぜます。混ぜます。丁寧に丁寧に。はい、はい、できましたので油入れます。ネギ入れます。私の料理ネギ入れたらすぐ弱火にします。すぐ焦げちゃいますので弱火でネギの香り出してあげてください。とても簡単ですよ。炒めて香りね出してなど入れます。真ん中に寄せましょうね。など入れます。油に接触できるように少し平らにします。ネギもね、真ん中に納豆と一緒に混ぜて、火はちょっと弱く強くします。少し油ね、納豆に
油つけると炒めると美味しいですよ。あの火は調節してね、強すぎると納豆パサパサになりますので、あの粘りこう残れるようにしたいです。ね、納豆作るとき美味しそうに見えるのも大事だけど、体にこんなにいいものだよって思いながら作ってくださいね。体期待して食べる時のね、きっと体喜ぶと思います。はい、この時お酢少し入れます。お酢入れることによってタンパク質の吸収はとても良くなります。少しだけ入れます。本当に少しだけです。この真ん中に少し穴、卵を入れますので、真ん中ね、真ん中に入れられるように固定しますね、周り。溶けないように調節してみてくださいね。少し半生になるまで煮ます。はい、少し固まってますので半生の状態で出したいと思います。きれいにのせたいのでスプーンで使います。はい、この周り納豆に、はい、できました。納豆と卵の炒め物です。それでネギのせます。ネギ好きの方は多めに、好きじゃない方は少なめか入れなくても大丈夫なので、食べるとき混ぜて食べてもいいし、こういう感じでな、カレーライスと同じですね。混ぜて食べる人もいるし、このままのおかずとして食べる人もいます。試食してみます。ぜひ作ってみてください。とても美味しいです。納豆嫌いの方でも食べられます。美味しく食べられますので、どうぞ作ってみてください。ありがとうございました。